はい、来ますよ、続き。こっからはですね、敵と戦っていきます。はい、一応ね、メンバー、全員いるんで、敵強いだろうけども、まあ、戦いながらいけば、強くなれると思いますし、うん。レベルもね、上がっていくと思いますんで、まあ、すぐね、BP1 万超えいくと思います。1万超えて、また最長老の元行ったら、一気に今度クリリン追い抜いてみんな2万ぐらいまで行くんじゃないかなとは思ってるんですが、どうでしょうかね。いいっすね、強いっすね、クリリン。OK。いいっすよ。おっと、ちょっと HP 低いっすね。くやー、やっぱきついか。クリリン以外はまだちょっときついかな。でもこれ最初のうちだけだと思うんすよ。最初のうちだけ慣れてくれば BP も上がってこっちも強くなってくるんで、あー結構きついっすね。チャオさん、チャオさんいけ。よいしょー、軽い。これで一体倒しきってほしいところですね。よいしょー、あらー、倒しきれなかったか。 OK、 ナイス、さすが天さん。よし、どうしましょうか。一体ずつ倒していった方がいいっすよね。複数攻撃、ハメハメハ、適当にエネルギー派、まあ適当です。できれば必殺カードとか残しておきたいんですけど、なんか全部の枚数使わないとダメみたいな感じなんで、これで終わってくれ、これで終わってくれ。終わらないか。あ、終わったね。 OK。 ほら1200も BP もらえるから、10回戦えばもう1万超えちゃうわけですよ。だからこれあっという間に2万はいくと思いますよ、戦闘力となれば。9位は速攻倒しに行けるんじゃないかと踏んでいますけどね。どうでしょう。さあ Z が2枚来ました。誰でもいいや。移動力の高い、うん、ドドリアをね、動き止めとけばよかったかなっていう気もしましたけど、まあ、あまり不安考えなくてもいいと思います。もう現段階で17200クリリン、カメ最長老行けば2万は行くと思う。2万5000とかできれば3万近くとかまで行ってほしいですけどね。厳しいかな、さすがに。それはえ、拡散、まあまあこの辺は複数これでいいかな。それとも複合で1体ずつ倒していく方がいいのかな。あ、いい、結構効いてる。いいっすね、チャオさん頑張ってるよ。チャオズは置いてきた。よいしょ、天さん頑張って。はい、よいしょ、ストイックですからね、天さんは。もう数々のね、メンバーが引退していく中、本当最後まで現役を貫き通すのは天津飯ですからね。あのピッコロさえも解説者になってしまう、引退して解説者になってしまうんで、やっぱ天津飯はね、僕好きっすよ。うん、まさに三浦カズ、ドラゴンボール界の三浦カズですよ、本当。いつまでも現役で頑張る。
OK。 もうサクサクレベル上がってきますね。うわー、海王様持ってからだ。くそ、うーわー、やめてくれよ。はい、クリーン、ちょっとやめて、別な人回復させて。うわー、もう移動が刻んで進んでるな。でもさっさと進んでいきたいんだけど、天津飯さあ、でももうちょっとであれじゃない、1万超えますよね、皆さん多分だよね。ヤムチャ1万超えた。いや、残念ながら現段階でのエースはクリリンですよ。ヤムチャの時代は終わったぜ。いい、よしよしよし。やっぱあれですよね、あのここのイベント始まったばっかの時よりはもう戦闘力2000ぐらい上がってるから、もう全然攻撃力も耐久力も全然上がってる。よいしょ。まあこのゲームの面白いところってそこですよね。一戦一戦本当あの力が上がっていくっていうか、力がついてくるっていう、うん、そこだと思いますよ醍醐味は。クリリンちょっと早く動いてほしいですけどね、全体攻撃やってるんで。まあ一撃で落とせないにしてもいいところまで追い込んでほしいですね。48、うん、いいんじゃない。もう膝がめちゃめちゃ折れ曲がってるけど大丈夫か、あれ大丈夫、膝めっちゃ曲がってるけどやばいんじゃない、あの曲がり方やばいんじゃない。さあ畳みかけろ、畳みかけろ、くるっと回る、落としきれなかった、落としきれなかっただぞ。よし、ちょっともう一回複数みんな複数、よし、まず一体落とせ。ほらチャオズももう間もなく戦闘力1万超えますよ。よいしょ。さあもうかなり追い込んでると思うんだけど、まだピンチすら表示されてないですね。オッケー、複合攻撃で1体ずつ確実に落としていった方が良かったのかね。どうなんかな。プレッシャーをかけるチャオズ。オッケー、あらーだ、落としきれない。さあヤムチャ、ヤムチャしやがって。よいしょ、あーっと倒しきれない。クランボさんはさようなら。マジ？爪が甘いぜ。まあ攻撃力1だからね。爪が甘いぜ、ヤムチャ。原作通り。これで終わりでしょ。ご飯は Z だから、まあ多分倒しきれると思う。あー、残した。これは倒せるよね。OK。よし。まああと応答でいいか。はい、もうさっさと倒してしまえよ。オッケー、いいっすね、いいっすね。サクサクレベル上がる、これは気持ちいいよ。あー、ドドリアカチ落ち、うーわー、まあまあいいか。ドドリアカチちょっと近いんだよ。一気に振り切る、一気に振り切るぜ。よし、必殺来た。弱くてもいいから必殺来てくれれば。おお、逃げる逃げる逃げるってことは、まあレベル的にはまあ結構
高いところまで来てるってことですよね。うわ、ゴミカードしかねえ。ゴミカード。うわ、好き勝手やりやがって、もう。ほんと、スカがね、ほんと、幸せだわ。うわ、どうするこれ。ゴミカード。またゴミの上にゴミ来た。あ、オッケー、ラッキー。ゴミの上にゴミが来たっていうね。くそ。あ、オッケー。さあ、フリーザー社長司会でね。社長自ら司会やってくれてますから、司会というか議長というか、やってくれてますからね。ありがたいですよね。宇宙の帝王ですから。はい、来た。おっと、逃げやがったな。こうなると、ちょっとなかなか BP 上がっていかないですね。うーわ。BP 上がっていかないですよね。もう、1しかねえわ。ウーロン引いてよ、ウーロン。うーわ、もう、ゴミの上にゴミ。ちょっと、ウーロン引いて。あんまこっち行くとまずいよな。下行くか。はい。またこのゴミカードなったらなったで今度ね、敵逃げないんすよ。あったまくるよな、これ。ゴミカード拡散。はい、行きましょう。ゴミカードしかないから、もうほとんど多分敵が先制でやってくるよね。うわー、やべえ、向こう7だ。攻撃7だ。結構食らっちゃうんじゃないこれ。ほらー、もう。食らってる、食らってる。やばいなー。やばいなー、チャオさん。うわー、また全体攻撃でしかも6だって。ちょっと一気にこれ壊滅状態まで追い詰められるんじゃないの。まあ、クリリンは戦闘力高いからいいとして、他ですよね。くそー。いやー、チャオさんやばい。やばい。これやばいぞ。このカード、ほんとこのカードで、めちゃめちゃ左右してますよね。よいしょ。この指先で、あたーってね、もう飛行ついてる。さあさあ、あと拡散でどれだけ削れるかですよね。拡散エネルギー派、攻撃1だから、そんなに期待できない。どうだ？爆発が小さい。爆発が小さい。まあでも今全部カード使っちゃったから、次ね、いいカード来ることを祈って。 OK、 さあ行こうか。どれだけ削れるか分かんないですけどね、これで。あ、 OKOKOK。 第3段階かな、この爆発の勢いは。これ第2段階、2か3って感じか。あ、これは4段階。大爆発。オッケー。ちょっと、チャオさん回復しようか。まだこういう時にね、Z の必殺が来るんですよ。さあ、倒しきってしまえ。OK。オートだと多分あの手持ちのカードを適当に使ってくれてると思うんですけど、どういう風に振り分けんのかな。戦闘力の高い順に攻撃力の高いのってこう当ててくれんのかな。ちょっと分かんないっすね。本当に適当なのかどうなんでしょうね。よいしょ。あれ？カード違うな。Z の必殺が使われてないっすもんね。
そういうことなんか。手持ちのカードを使いたくないときはオートでもいいのか。そういう感じだね、今の見た感じ。でもウーロンでこういうときウーロン出されんのすっげえ腹立つんすけど。うわさっきのゴミカードばっかのときウーロン出せよな、もう。くそー、もう。飛ばしていくよ、もう。はい。はい、逃げたと。クリリンは2万超え。まあ、2万超えれば9位はもう倒せると思う。で、9位倒せばまた BP たくさんもらえると思うんで、その勢いで、ドドリア課長とザーボン部長を倒しに行けると思う。ああ、休みか。はい。はい、もうどんどん行こう。タイムアタックやってるわけじゃないけど、とにかくスピーディーにね。スピーディーに。こいつら何うろうろしてんだ、これ。ほんとこれ。なんかさ、理不尽だ。世の中の不条理が本当に集約されているゲームだ、これ。はい。とにかく HP、体力やばいやつ。ヤムチャか天津飯。ゴミカードだねー。ゴミカードだねー。これは、複数、いや。一体ずつ確実に倒していこうぜ。ゴミカードだ。まあでも、手持ちのカードを使いたくない場合はオートでっていう、それは分かったんで、まあ、よしとします。はい、こっち強くなってますよ。このイベント始まった頃は7000いくらぐらいだったでしょう。強くなってる。クリリンも1万6000から、もう2万超えです。はい、全体が嫌だな。クランボがね強いのよ。またこのムキムキで本当にもうスタイル抜群ですよ。うん、スタイル、ただちょっと変わったヘアスタイルというか、明らかにちょっと僕よりも年上感がありますよねしっかりとヒサロで焼いているっていう黒い素肌。海に行ったらモテるんでしょうね。行こう。よし、これまず一体落としてくれ。落とせる？ああ、落とせない。爆発小さいか。クリリーナの膝蹴りがね、だいぶ大丈夫なのかっていうぐらいちょっと曲がり方が変じゃない？大丈夫？知らんぞ本当に。膝に異常をきたしても、いや天津飯がやばいのよ。あ、でも Z か。 OKOK、 ナイスナイス、かわせ。はい、ナイス。どうなんでしょう、1対1の戦闘力だったら割ともう差開いてきたのかな。攻撃かわすってことは どうなんだろう、ちょっとわかんないけどね。まあ、めんどくさいから、拡散使おうか。まあ、移動に使いたいっていうのは正直あるんですけどね。Z とか。まあ、そうも言ってられない。よいしょ。さあ、拡散早く行こうぜ。トトロ倒そうぜ。トトト倒して終わろうぜ。よいしょー。 OK、 大爆発いいっすね。これ大爆発がね、なんか最高に気持ちいいんすよ。気持ちいい。 OK、 もう一丁いけ、もう一丁。はい、さよなら。ある意味これ最強っすよね。まあ、悟空とかだったら元気玉とか使えば、まあ、一撃なんでしょうけど、ボスとかは。それまで本当この悟空が加入するまで本当このクリリンの拡散エネルギー派が重宝されるというか、もうほぼほぼこれしか使わないっすよね。ほぼほぼあれしか使わない。
うーわ、なんだこいつ、本当に腹立つ。本当腹立つ。くそ。くそ。よし。もう一度だけど拡散エネルギー波使って。複数。あと適当。さあ、だいぶ強くなりましたね。まあ、多分2万超えしますな、これ。最長老にレベルアップしてもらって。2万超えすると思うんで。速攻で次のイベントで、キュイを処刑しに行きたいと思います。はい。はい。キュイを処刑したいと思います。もうね、遠慮なしですよ。はい。もうドラゴンボールさっさと奪ってね、次なる展開に行きたいんで、そんな感じですね。遠慮してたらね、負けますから。はい。うわー、やっぱちょっと攻撃が低いからな。1だもんね。これは大爆発だ。オッケー。モンレー。まあ、相手、何かは言いませんけどね。何から、由来は何かっていうのは相手は言いませんけども。モンレー、アープール、ケイ。そしてボスがフリーザと来たもんだ。ネーミング適当ですよね、ほんと。まあ、いいです。まあ、いいんですけどね。ケイ。カード、まあいいか。複数、複合こっち行くか。これでどうだ。まずはこいつを確実に落とせ。よっしゃ。クリリンも複合の方良かったかな。これで防御弱えぞ。こいつアプールやっぱちょっとそこそこ強いのかな。そこそこ戦闘力高いんでしょうね、多分。よっしゃいい。オッケー。もうサクサクレベル上がる。なんぼでもレベル上げてもいいっすね、この辺。でも、あえてあげませんぜ。どんどんいきます。またこいつ、くっそ腹立つ。で、次、銀乳ですよね。ギーニュー来んじゃねえぞ。うわ、来ると、まあまあ、ギーニューよりはマシ。ギーニューよりはマシですけど、グルドもあんまり連続で来られるとちょっと、ストレスが、たまりますよね。あ、ダメ、足りない。回復。足りない。いや、この辺使ってやろうか。よし、着いた。Z 戦士たちは最長老の家に到着した。しかしその時何者かが近づいてくるのを感じた。この感じはベジータ。みんな早く強くしてもらってくるんだ。みんなが家の中へ入ると同時にベジータが目の前に現れた。なんだ、アンテスピードだ。よく見つけられたな。当たり前だ。貴様たちは出来が違うんだ。さあ渡してもらおうか、最後のドラゴンボールを。ベジータが最長老の家に気づいた。あの家に他にも何か嫌がるな。ボールを隠したのはあそこか。ベジータは最長老の家の中へ。すごいスピードで入っていった。その時すでに Z 戦士のパワーアップは完了していた。この時点ではネイルの方が強いんですよね、確か。同時に最長老は得体の知らぬ大きな力がナメクセに近づいていることを感じていた。お父さんだ。とうとう来たんだ。あれ、数が一つじゃないような。まあ、まさかギーニュー特戦隊1、2、5。まあ、いきなりゴムあれ飛びましたけど。フリーザーのやつ、ギーニュー特戦隊を呼び上がった。この俺に貴様らのボールを早くよこせ。約束してやる。俺が不死身になっても貴様らには手を出さん。さっさと戦闘取り返しのつかんことになるぞ。騙されるもんか、そんなことをしたらお前の思うツボだ。よく聞け、よくすやろうども。ギーニュー特戦隊ってのは今の俺以上の奴らが5人もいるんだ。奴らは俺や貴様らなどすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。奴らのパワーを感じんのか。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。もうどさくすに紛れて、こいつ、自分の要求だけをね、
ね、してくるっていう、ずるいっすよね。うん。わかった。約束だけは守ってもらうぞ。Z 選手たちは不本意ながらもベジータと手を組むことにした。うん。最強最悪の義乳特戦隊の接近を感じた Z 選手たちはベジータを不死身にするためフリーザたちが持っているドラゴンボールを奪うことにした。それしか義乳特戦隊を倒す方法はないからだった。Z 選手はフリーザたちが持っているドラゴンボールを探すため、ドラゴンレーダーのスイッチを押した。まあ、これ原作にないイベントですけども、そうですね。まあ、こっから、ね、3人を処刑しに行くっていう感じの。いや、レベルちょっとめちゃめちゃ上がりましたね。ご飯は戦闘力3万2000、クリリン2万3000、2万5000、2万6000、2万3000、9万こいつだけちょっと飛び跳ねてますけどね。まあ、戦闘力だけで言ったら、まあ、3人は楽に倒せる、じゃないかな、と思います。はい。でね、スカウター欲しいけど、スカウター持ってない、よね。うん、まあまあまあ。いいか。うん。よし、じゃあ今回は、ここまでにしておきたいと思います。次回はドラゴンボール争奪戦頑張りたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。